パーパド直火,火での調理、パーパドとチャツネパーパドは、南アジアの極薄のクラッカーのような食品である。作り方は地域ごと、また家庭ごとに異なるが、一般的には、レンズ豆、ひよこ豆、ケツルアズキ、または、米粉から作られる。タクシナカンナダ県では、パラミツと、サゴヤシの澱粉から、パーパドと同様の葉っぱらと呼ばれる食品が作られる。北、インドでは、 レンズ豆で作ったパーパードが多く、通常パポットと呼ばれる。蒸気の粉に塩と落花生油を加えて、生地を作る。唐辛子、クミン、ニンニク、黒胡椒などの調味料や重曹を加えることもある。生地は、薄いトルティーヤ状の円形にして、伝統的には、天日で干す。その後好みに応じてカリッと揚げたり、直火にかけたり、トースターで焼いたり、電子レンジで温めて食べる。 南インドでは料理の付け合わせとして、北、インドでは食後に食べる。海外のインド料理店では席に案内されてから注文をする間によく前菜として供される。また軽食としても食べられ、刻み玉ねぎ、チャツネその他のディップや調味料でトッピングされる。インドの大部分では乾燥しただけの生のパーパドを煮込み料理や野菜料理に用いる。大きさも様々であり。 小さなものはスナックチップのように食べられ、大きなものは他の食材を包んで食べることもできる。パーパドの生産は主に女性による家内製手工業によるため、インドではよく女性の権利の拡大や地位工場に結びつけられている。多くの女性による個人内し法人による企業がパーパドや漬物など軽食を生産しており、ごく小さな投資で女性たちに収入を与えている。 女性だけで経営されている大手パーパード生産企業に、シュリーマヒラグリハウデヨグリッチャとパーパードがある。ありがとうございます。